最後18番のティニア荻野極む騎手がゲートに向かいます。重馬場のコンディションです。収まって体制完了。アーリントンカップです。スタートを切りました。少しばらけたスタート、行き足つかないのはスカイロケット。好スタートはうちの馬正門ユリーシャ、さらにセッションと前が3頭行きました。そして1馬身半離れて赤い帽子がオーバンブルマイです。外にいるのがランスオブサウンド、内から3番のシルバーデューク、青い帽子のタリエシンがいて、外からは薬島、内から10番スカイロケット盛り返し、5番のナボーナ川田騎手、外にいるのがティニア、そして内7番の東方ガレオンと間に競泳ブリッサー並んでマルちゃん、さらに外にいるのがアイルシャイン、後ろからという3投目11番のオーシャントライブ、後ろから13番のドクタードリトルと16番の大成クラージュという体制で奥深い3コーナーをカーブ。 600m が34秒1。ご覧のように2番ユリーシャ、松山康平騎手がもう7馬身から8馬身ぐらいの大逃げになっている。ユリーシャが逃げています。そして単独2番手に正門、並ぶように内が3番シルバーデュークとセッション、その後ろからは10番のスカイロケット並んでランスオブサウンド、そのうちに赤い帽子オーバンブルマイ、外に回した薬島、その後ろ7番の、東方ガレオンと並んで人気上位のナボーナで4コーナーをカーブ。外回りコースの直線に入りました。さあエルフィンを勝って桜花賞に行けなかったユリーシャが先頭で3馬身リードを取っている。2番手から追ってくるのはセッション、内をついてシルバーデューク、間1番の正門、そしてその後ろからというのが黄色い帽子のスカイロケットも上がってくるが、さあここで捉えた4番のセッションだ。セッションが先頭、セッションが先頭、内をついてシルバーデューク、間を通って正門ですが、さあ内をついて、いや外4番のセッションか、さらにオーバンブルマイも飛んできたが、内を捨てて3頭4頭が並んだ状態、これ最後オーバンブルマイだ。オーバンブルマイ差し切った。なんと武豊騎手大外最後差し届いたかのように見えます。すごいレースになりました。そうですね、初めて乗せてもらったんですけど、調教ですごくいい動きしてたんで期待してました。最後の足改めていかがですか。いや本当最後外出てからね、ギアが入った感じになって届くなと思いました。今日プランとしてはどういうふうに思い描いてらっしゃったんですか。まずスタートを、決めたいなと思ってて、5分には出てくれたんで、もう少し道中、楽についていけるかと思ったんですけど、思ったより少しこう躊躇してて、でも直線はいい足でした。それでも中段やや前ぐらいでしたかね、あの辺りの雰囲気っていうのはいかがだったですか。そうですね、ポジション的にはいいとこ取れたなと思ったんですけど、あまり行きっぷりが、そんなに良くなかったんで、ちょっと心配したんですけど。それゴーサインで変わりました。そうですね、外出て鞭入れたら変わりましたね。これで G1 NHK マイルということになるんですけども、それに関してはいかがでしょうか。距離もね、克服したし、東京も勝ってますしね、この世代のマイルでトップレベルにいる一頭だと思いますし、チャンスあると思いますけどね。おめでとうございました。ありがとうございます。